イラク日本人青年殺害事件は2004年10月に発生した国際的テロ集団アルカーイダの関連組織アブームスアブはイコールザルカーウィー率いるイラクの聖戦アルカーイダ組織に日本人男性が殺された事件2003年5月1日イラク戦争終結宣言が行われたもののイラク国内の治安は悪くフセイン政権の残存勢力やイスラーム過激派による テロが繰り返された。日本の小泉内閣は、イラク特措法を定めて自衛隊を派遣するなどイラクの復興支援を行った。2003年11月29日には、日本人もテロリストの標的になり奥勝彦、中英三次官と井上正盛中イラク三党書記官が射殺された。2003年12月13日に、サッターム・フセイン元大統領が逮捕されたものの、 不安定な情勢が続き2004年4月7日には、イラク日本人、人質事件が発生した。2004年10月27日午前2時、イラクの聖戦アルカイダ組織を名乗るグループが、インターネットで日本人男性 A、当時24歳を人質にしたと、犯行声明を出し、日本政府が48時間以内に、イラクからの自衛隊撤退に応じなければ殺害すると、脅迫してきた。 それに対し日本政府は25カ国及びイスラム教の聖職者たちに協力要請を行い A の解放を求めたがテロリストに屈しないとの立場から自衛隊は撤退しないとし要求は拒否したその後 A はグループにナイフによって首を切断され殺害された遺体は10月31日未明にバグダード市内で発見された同日 小泉純一郎首相は人質解放のため可能な限りのあらゆる努力を尽くしたにもかかわらず英 a さんがテロの犠牲になられたことは痛恨の極みであります。我が国は引き続き国際社会と協調しイラクの人々のために自衛隊による人道復興支援を行っていくとと,ともに断固たる姿勢でテロとの戦いを継続してまいります。と声明を発表した。 11月2日には犯行グループが犯行声明とともに A を正常期の上で殺害する場面をネット上で動画配信した。2006年2月別の殺人事件で取り調べを受けていた元イラク陸軍兵のザルカーウィーハテロリストのフセインファハミバドル容疑者がバグダードにあるスンニ派のモスクの付属施設に監禁されていた A を殺害したと自供した。 この元兵士には、無差別爆弾テロ等で70件にも及ぶ余罪があり、約400人を殺害していた。11月22日バグダードの中央、刑事裁判所は、イラク人、男性一人の殺害について、有罪と認定し、バドルに死刑の判決を下した。A 殺害を含む他の事件については、時間や金銭の無駄として省略された。供述によると、A の 殺害に関わったのは、計6人。イラク内務省はこのうち4人を逮捕。2006年6月8日、アメリカ軍が F-16 の爆撃で、アブームスワブアイコールザルカーウィーを殺害した。ありがとうございます。